フラワースウェイズ小山です。今日ご覧いただいて、分かるんですけど、まずひまわりを全体に入れております。で、この先端に入ってます草花なんですけども、これはススキの一種なんですけども、よくお庭とかにも生えてるんじゃないかなと思います。今の時期、やはり夏を感じさせてくれるグリーンですね。で、ちょっと見にくいんですけども、オレンジのこのひまわりの花の周りにオレンジの草花、花が入ってるんですけども、これがヘレニウムという言いまして、菊の一種の花ですね。細かいオレンジの淡い花がたくさんついております。で、その周りに、最初に言いましたひまわりが今日2種類入れさせていただいたんですけども、こっちの真ん中中心が茶色くて周りが淡いレモン色のひまわりですね。これがレモンエクレアという品種になります。で、その下にありますこの全体が黄色がかったひまわりですね。こちらがレモンオーラという品種になります。で、ひまわりもいろんな品種がありまして、こういう八重咲きのものもありますし、普通のひまわりもあるんですけども、今日はこの2種類を使ってみました。で、あと周りにちょこっと出てますよ。これがよくこれも庭先なんかでも見かけると思うんですけども、一般的には猫じゃらしですね、というものが入っております。